クラシック音楽のピアニスト。協定選手である河村正樹の弟。祖父母と両親が経営する本屋の次男として生まれる。5歳の頃、遊具として使っていたリードオルガンを弾きすぎて壊してしまい、それをきっかけとしてピアノを習い始める。小さい頃からピアニストへの憧れていったという。高等学校普通科に在学中、周囲との不和から約1年間にわたり、 ピアノを中断、国際交流事業の派遣団の一員に選ばれ渡米ニュージャージー州にてホームステイを体験したことが、自身を見つめ直すきっかけとなり、帰国後にピアノを再開した。1997年、高校卒業と同時に、東方学園大学演奏学科に入学。同年、東方アカデミーオーケストラのソリストに抜擢され、ジャンフルネと共演。 その翌年に参加した第2回、ベップ・アルゲリッチ音楽祭では、マルト・アルゲリッチに勧められ、国際コンクール参加への気持ちを固めたという。2000年には明治、安田クオリティ・オブ・ライフ文化財団主催による、海外コンクール派遣オーディションに合格。日本、デンマーク文化交流事業の一環として、コッペンハーゲンフィル・ハーモニー管弦楽団と共演。2001年、 東方学園大学音楽学部演奏学科主席、卒業。2002年、日本ショパン協会主催によるリサイタルでソリストして、正式にデビュー。以後も、各地で演奏活動を展開しながら、現代曲の国内書演や、室内楽またテレビドラマの吹き替え及び演技指導など、ジャンルを超えたコラボレーションにも取り組み、同郷の作曲家である今川説の、 音源化プロジェクトにも携わる。現在、東方学園大学音楽学部及び、専属学園音楽大学ピアノ科非常勤講師。主に古典からロマン派を取り上げており、2016年度はソロリサイタルに限り、ショパン以前を中心としたプログラミングを行っている。コンチェルトのレパートリーは20曲に及ぶ。ありがとうございます。